コム・オンボ神殿の二つの入り口コム・オンボ神殿は、プトレマイオス朝の時代に、エジプトのコム・オンボの町に建設された、珍しい二重神殿である。神殿は、後のローマ時代にいくらか増築されている。コム・オンボ神殿の平面図コム・オンボ神殿の、デリオフ建物の二重構造は、二神のために重複した中には、広間、祭壇や部屋があったことを意味する、類いのないものである。 神殿の正面より向かって、右側半分は、ハトホルやコンスと共に豊穣と世界の創造の神で、あるワニの神、セベクに捧げられた。一方、神殿の左側の部分は、ダイホルスの別名で知られるハヤブソの神、ハロエリスに捧げられている。神殿は変則的で、すべてが主軸を中心に、完全な左右対称である。神殿の後壁の内側表面にある場面は、 特に興味深く、おそらく一組の外科的器具を表す。付近で発見された300体のワニのミイラのいくつかが、神殿内で示されている。1870年代のコムオンボ神殿内18、王朝のトトメス3世の遺物も発見されているが、現存の神殿は、プトレマイオス6世フィロメトルの地世の初めに開始され、他のプトレマイオス朝の王、 特にプトレマイオス13世によって増築されて内側と外側の多重式の広間を建設した。最も外側となる部分は前提とともにローマ時代に築かれた。神殿の大部分はナイル川や地震で、そして後に他の事業にその石を使用した建築業者によって破壊された。内側のレリーフの一部はかつて教会として、 神殿を使用したコプト教徒により損傷した。大地の南側にあるすべての神殿の建物は残骸が片付けられ、1893年にジャック・ド・モルガンによって修復された。ありがとうございます。